はい。
3回繰り返されます。3パターン繰り返されます。
で、その中でいろんな、まあ、童話とか、こう、だんだん大きくなっていくっていう、コンセプトがあって、それでテーマを2つ作るっていうコンセプトがあって、音楽はリッチになりながら3回作ります。で、コラーを挟んで、アルマの主題が出たら、アルマの主題も、セット8番、9番のワンセットで、その間に、他の主題が挟まっていて、また同じことが繰り返されて終わる。で、同じことが繰り返されたときは、つまり11番からの話だけど、例えば、さっきも言ってくれたように、バッバッバッという形が入ってたり、トロンボーンに入ってたり、トランペットのオブリガードが入ったりとかして、音楽の内容より違う。つまり、音楽はより発展しながら繰り返しをしていく。ここまではいいですね。はい。だから、最初の第一主題と考えると、第一主題が3回繰り返されて、今度第一主題が2回繰り返されて、間にエピソードが入ってて、コーダーを迎えます。だから僕は完全に綺麗なサンテペーシになっているので、でしかも、主題が発展しながら、つまり前よりもリッチになりながら進んでいくバリエーションというのは古典派の作品の特徴だったんです。例えばベートーベンのシンフォニーもそうであるし、ベートーベンなんか特に高級の作品なんですよね。もちろんシューマンとかもそうですし、まあいろいろそうです。だから非常に古典的な作品だということができます。よろしいですか？はい、一学校やります。当然ね。やります。長いです。終わる時間大丈夫かな？ホール的には。あ、違う。本番。パーするんですね。この間ね、ラグマニマスの2枚終了時間が間に合わないから繰り返さないでください。なくなって1学者を繰り返しをカットしたと言っているのが。大丈夫です。大丈夫です。素晴らしい。でもその時に、じゃあ本当にか、やめましょうかって話になった時に、そのステマニの人が、いやでも、それはプライスですからやった方がいいと思って、じゃあ誰が金払うんですかって言って、やっぱプライスがあるねってことでやったんですけど。はい、ということで、今、助走を、ごめんなさい、定時で終わりました。一応一通り、定時で終わりました。で、再現部やりましょう。再現部はどこからですか？定時で終わります。
1、2、パー、タ、テロってことはもうだんだんこう詰まっていってわけわかんなくなって最初のアフタクト、最初のテーマの四分音符はアフタクトにあったんだけれども、それが、3小節目ではオートビートに移ってる、分かる、三拍目の頭に移ってる、これはブラウスがよくこういうことやってる、あれはブラウスの場合は逆だよ、あのビートが若干にずれてくるよくとかありますあるよまよまよにもあるよね、異論がある。これは異論があるかもしれない。比べるならこっちじゃないっていう異論がある。
Yeah.
これどうやって演奏するのって話は、ここは問題ない。どういう違いがあるか考えてみよう。5番の3つ前は、ファーストセカンドバイオリンで見ると、タラ、イヤタンタって出た。32番の3つ前は、ファーストバイオリンで見ると、タラタイヤタンタって出た。クライネットが裏から追っかけてきて、イヤっていうのをやる。じゃあどういう違いがあるか。走られる、より、増えてる感じになる。
33番からは同じなんだけど、33番の2小節目のフルートの人、関係者の人、フルートいる？フルートは、ダブルピアノから始まって書いてないんですけど、これは、過去、他の班には全てクレッシェンドがあり、あ、違う、ごめん、原点版、原点版にはクレッシェンドがあります。だから、ピアニスもクレッシェンドでスビートと呼ぶレポートになりますね。で、これは僕はやってもらおうと思うんです、今回。なぜなら、さっきも言ったように、前半に対して後半の再現部っていうのは、今ずっとやってきたように、グロテスクになってるからね、どんどん。そのグロテスクになってるっていうコンセプトをはっきり分からせるために、33番の2小節目は、クレッシェンドが書いてあるのは採用しようと思います。ということでございます。33番からやってみましょう。大
第2主題の展開での第2主題からを弾きやすいテンポで考えると、全体的に少しテンポが上がってくる。だからこのテンポが主流だったんだと。そうじゃない人もいたね。いいお医者さんの人、遅い人、シノポリ、シノポリ、シノポリとかもは、すごい遅いね。シノポリもどう？最後はシャッシャインだ。シャイン。激遅い。激遅い。で、それをだからどういう、どっちでいくのか、何を選択してどういうふうにやっていくのかっていうのは、そこにかかってる。と僕は思う。第2次第の今やったところをどういうふうに演奏するかにかかってる。まあ、どういうふうに僕が本番できるかは、来月のお楽しみにしてください。じゃあ、33番はいい、半分になって、じゃあ34番。四分音符のパターンで四分音符二小節四分音符三小節ありがとう、その次の小節を二分音符thank you.
35番から。
にもガンズで弾いてベースってだから、まあ、早いテンポ早いんだけど、重く最初のテンポと同じものを想像しながら重くね、で、だから関数と2種類言われてるんですよ。で、ちょっとゲメセナーのところをやってみれば、出だしやり始めてから3小節目のホールになります。せー、せーの。はい、これって結構さ、なんかあの暗いハーモニーじゃん。で、なんかこう、ちょっと色合いが違うハーモニー。そこはやっぱり注意したい。ホルンも全員なんかすごい低い音が出るんですね。で、トロンボーンがテーマをやっていると。全体的に低い。しかもタムタムが鳴ってる。ドラが鳴ってる。こう。これは僕の意見じゃなくて、あれが書いてある。ツイッターのつぶやきの指揮者。そうそう、高関さんの意見だけど、高関健さんはこの曲のことを、スコアを読んでると、低い。鐘の音の低い響きを全体的に想像して書いてるように思うって彼は言ってる、ツイッターで。からツイッターでそのままつぶやいてる。ツイッターで。で、彼のツイッターをまとめたサイトがあるんですよ。すごい。やっぱり誰か作るんですか？すごい資料だった。まあ、それはいいんだ。で、すごい低い鐘の音、鐘の音の響きっていうのは、例えば変電ブロッキャーの響きだったりとか、それから、もちろん鐘の響きだったりとか、それからハンマーの響きだったりとか、低い音の響きっていうのはすごく意識されてるね。で、ここなんか特にそうだよ。ホルンの低音域を使って、トロンボーンも低い音域で吹いてるし、タムタムが鳴って、ティンパニーがフィーストを叩いてる。ってことは、かなり響きとしてはすごく重くて低い響きがするね。で、これがこの全曲の通しの特徴だと思う。だからここはコーダなんだよね。まあ、この1楽章のコーダの部分。で、コーダの部分に全曲のコンセプトがちゃんとはっきり見えてくるっていうのは、やっぱりすごいベートーベン的だね。うん、そういう。だからここは少しそういうその色合いとか雰囲気を作るためにちょっと遅くしたい、僕は。で、37番はスピードで早くしよう。頑張って。で、38番は最初の点で戻そう。ね。いいですね。じゃあ38番、37番だけ。37番。
調整っていうもの、調整感の対立がとか、そのコントラストっていうのが強くなっていくわけね、曲の終わりに向かっていけば。で、これは、マーラーの特徴的な手法です、非常に。マーラーは自分の音楽を作るときに、その今まであったその音楽的な技法、その作曲技法っていうものを取り入れたんだけども、それは完全に踏みにじってる。だからこの曲は古典的な手法で書かれてるんだけど、それを踏みにじってるところが至るところにある。だから後半に行くにしたらコントラストが増えてくるってこともそうだし。だそういうところがを表現したい、僕は。だから古典的な作品だと思ってやるんだけども、それはマーラー自身はもう そんなものはどうでもいいと思って打ち破ろうとしてる。そういうものを表現したいと思うね。だから後半の今のコントラストなんかもかなり強烈にやりたいと思っております。はい、38番。あ、やってみようか。
音楽的にミックスされてしまうと、それはグロテスクじゃなくなる。それがパーツとして一個一個はっきり分かる状態になって初めて、ここのグロテスクされているよね。これ何時まで終わりました？9時。大体9時ぐらい。ちょっとやってみます。38。これは今言ったことが分かるよ。ちょっとテンポ通そうか。Thank you.
やババアがババアがアホたちよね。はい、ここ見てみんな100、400スコア持ってると421小節目アースタックからティンバリー PKK パウディを見てみよう。なんか書いてあるミッドホールツシュラーゲンロー書いてある。ミッドホールツシュラーゲンっていうのは木の棒で叩いてるんですね。だから木の棒でティンバリーを叩いてるんだな。つまりスティックの上の部分で叩いてるんだね。チンチンもしくは違う機能を持ったというかさ、そうするとなんかちょっとこう、あの、なんだろう、こういうのってなんていうんだろうなって言うんですよ。悪魔っぽい、悪魔が笑ってるっぽい。で、やっぱ、ばっばって、これは、さっき何の主題なんだ、何の主題なんだ。悪魔の主題の間に出てきてるね。マーラー。マーラー、かっこ仮の主題です。マーラーとか言わないで、マーラーと仮定しよう。マーラー、かっこ仮の主題として、出てきたものがこんなになんかグロテスクな形になったのか、すごく面白くない？なんかもしそれが例えばアルマと対比してマーラーだとしたら、それが最初はすごく人間的な温かみを持ったフレーズだったのに、なんかこんな風になっちゃう。人間っていうのはこういうものを中に持ってるんだ。なんかそういう闇みたいな。かここはすごい、まあ、最初のそのフランケンシュタインから始まって、アクマが笑ってるところまですごい変な曲だね。すごい。これを初めてやった人は間違ってるんじゃないかと思う。勘違いない音が音これだって。でも調整感が失われてないところが素晴らしいが、41番の2つ前のアスカスにフォローとフランテックの16音符がある。ババ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 バ。これはまあ、うん、最初の取材が16音符に分割されてるだけなんですけど、ちょっと比較っぽいなと思っていた。調査小道みたいなイメージになります。で、その後はやってみたちょっとやってみようかな。41番
こういうところはちゃんとその人の心理を分かっててね、それまでなんかうわーって色ですなものがあって、最後にここまで使ってこなかったら、多分おそらくあえて使ってないのか、あえて使ってこない美しい加熱に焦点を入れて、コーダーの、あのどっかにコーダーね、コーダーの後ろの部分に入るところが完全に分かる。ここは美しいとか、しかもとにかくならない。ね、バーン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 、ギャーンってやるんだよね、みたいな感じです。ここ面白いですよ。だから時間だけをここは、ラーンバーンバーンバーンってなったら、次とにかく来るだろうと思うから、思わずといて、来らない。っていうふうにやろう。ということは、じゃあ、これで。うん、少し時間だけ。まあ、やっぱり全く逆に怒られるから、全く逆に怒られる。ということは最後の音に向かって時間をかける。そう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 。バーンバーンバーンみたいな感じかな。うん、そう、それで、その後は面白い43番の3、4つ前、その指示が書いてあるこのトロンボーンですけど、2本目。2本目。2つ前。
じゃあ45番の前に行かせて、44番。Thank you.